今日の話はですね、シーズン前半のレースが全て終わりましたので、今年ですね、使用してきましたロードバイクのご紹介と、私自身がですね、身につけていたものや、レース前にですね、摂取していたサプリメントなどを2回にわたってご紹介していきたいと思います。ロードレースをですね、始めてから15年以上が経ちますが、いろんなものをですね、試してきて、自分の体に合ったものや使っていて良かったものをレースで使用しています。これからのですね、イベントやレースでも使用できるものがありますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。それではスタート。はい、どうもスタッフケンタです。スタッフケンタの自転車塾、今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。今日の話はですね、シーズン前半のレースが全て終わりましたので、今年ですね、使用してきましたロードバイクのご紹介と、私自身がですね、身につけていたものやレース前にですね、摂取していたサプリメントなどをですね、2回にわたってご紹介をしていきたいと思います。1回目の今日はですね、私自身がレースで身につけていたものや摂取していましたサプリメントなどをご紹介していきたいと思います。その前にですね、お話ししておきたいところがありまして、先週末のですね、日曜日で私のですね、シーズン前半のレースが全て終了したんですけど、今現在ですね、私は JBCF 実業団レースをですね、中心に、まあ、全国を転戦しているんですけど、私がですね、参戦しているカテゴリーは E1 と呼ばれております。エリートクラスの中でも、まあ、一番上のですね、クラスとなります。で、全国的にもですね、有名な、まあ、アマチュアのですね、トップ選手たちが、まあ、争っているクラスとなるんですけど、先日ですね、行われました、地元新潟のですね、弥彦ロードレースでは、私たちのですね、チームのエースであります足立選手がですね、この E1 クラスターで見事優勝することができました。パチ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 、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、参加人数はですね、こちらに、120名ほどだったと思います。最終周回でですね、18名ほどに絞られた、まあ、先頭集団の中でですね、私もですね、足立選手のアシストとして、動いておりまして、で、足立選手がですね、ラストスプリントで独走1位、私はですね、集団の中でですね、アシストをしながらヘロヘロになりながらですね、17位でフィニッシュさせていただきました。その内容のですね、お話を私のですね、サブチャンネルの方でも、お話ししていますので、動画のですね、詳細欄にありますサブチャンネルのですね、リンクをチェックしてみてください。で、ラストスプリントのですね、シーンの動画などもありますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。そして会場までですね、応援に来ていただきましたお客様、皆様、本当にありがとうございました。で、そんな過酷なですね、レースの中で私がですね、使用してきましたバイクのご紹介だとか、身につけていたもの、サプリメントなどをご紹介していきたいと思いますが、かなりですね、長くなってしまいそうなので2回に分けます。で、今回ですね、身につけていたもの、そしてサプリメントなどのご紹介というところで、今週末ですね、ニセコクラシックと富士ヒルクライムなどでも、効果がですね、期待できるものが多いと思いますので、ぜひご参考によろしくお願いいたします。それでは、一つ目になりますね。一つ目はですね、ヘルメットになります。ヘルメットはですね、私OGK カブトさんのエアロ R1 というモデルをですね、使用しているんですけど、ロードレースシーンではですね、やはり速度が速いため、身につけているものだけでもですね、その速度が楽か楽ではないかが決まってきます。で、その中でもですね、ヘルメットはかなり重要なアイテムの一つでありまして、
今回のですね、ヤヒコロードのように約2時間ほどですね、平均時速40キロに近いですね、レースでは結構なですね、これ差が生まれてくるのではないかなと思います。でシーズン前半ではですね、エアロ R1 を使用してきたんですけど、このですね、ヘルメット、よりエアロ効果を高めるためにこれカバーをですね、取り付けることができるんですね。こんな感じですね。こんな感じで、これですね、寒い時だとか雨の時、そしてですね、より速度が速いレースなどではこのカバーがですね、かなり効果的なので、ぜひご注目ください。ちなみにですね、優勝しました足立選手は、同じですね、OGK カブトのイザナギというですね、一番トップモデルを使用していまして、このヘルメットですね、真夏でも涼しく走れるように開発されたモデルになっています。で夏のですね、暑い時期に、頭からですね、汗がだらだら流れてくると思うんですけど、実はですね、これヘルメットのチョイスでもこれ涼しいのか涼しくないかがかなり違ってきます。例えばですね、1万円ほどのヘルメットと2万円3万円のヘルメットだと全くですね、これ頭の中に空気が入ってくるクーリング性能がかなり変わってきますので、交換をですね、検討されている方は少しですね、質の高いものをチョイスしてみてください。で余談になるんですけど、OGK カブトのヘルメットの中でですね、ミドルグレード以上のモデルには破損交換制度というものがですね、無料で1年間ついてきます。でこちらですね、万が一ヘルメットが破損した場合ですね、同じ製品の新品が定価の半額で購入できますという保証システムが無料でですね、ついてきます。でこちらはですね、レース店の例えば落車して破損するとか、あとヘルメットをですね、落として割れてしまったみたいな時でもですね、1年以内であれば半額でですね、購入可能となっておりますので、ぜひですね、チェックしてみてください。こちらの制度ですね、店頭購入のみのサービスとなっておりますので、登録店のですね、ご購入をよろしくお願いいたします。続きまして、ウェアですね。ウェアの方は、ウェイブ1のデュアルスーツというですね、上のジャージと、パンツがですね、一体になっているワンピースのものをですね、使用しています。これまたですね、空気抵抗を低くしながら、上の部分はかなりですね、多くのメッシュが使用されているため、30度を超えるですね、真夏の暑さでもしっかりと対応できるものとなっております。ワンピースといってもですね、これしっかりと後ろにポケットが3つついていますので、補給食などもですね、中にしっかり入れられます。これですね、いろんなメーカーからチームジャージを作成することができますので、お仲間同士でですね、チームジャージの作成なんていかがでしょうか。来年のイベントに向けてですね、ぜひ、ご検討をよろしくお願いいたします。続きまして、ここ最近ですね、お話をさせていただきましたが、ソックス、そして一緒にですね、シューズインソールのお話もしていきます。以前よりですね、自分の体が自転車と接している部分のパーツは非常に大事ですよというお話をしてきました。最重要な部分はこの足の部分だと思っています。でシューズとですね、足がしっかりと固定されていて、痛みがなくパワーが入って持続できること、これがですね、できるものっていうのは、自分でですね、いろんなものを試していかなければいけないなと思います。で私がですね、使用しているものに関しては、シマノのですね、トップグレードのシューズ、RC9 というモデルになってるんですけど、それのですね、2世代前のモデルを使用しています。でインソールはですね、ソールスターのブラック、そしてソックスはですね、今年から導入しています。デフィートのですね、世界最速エアロソックス、エボディスラプターというですね、ソックスになります。
ちょっと読みにくいんですけど、名前を聞くだけでもですね、強そうなソックスですね。エボディスラプター、はい、シマノのシューズはですね、まあ、旧モデルを使用している理由なんですけど、なかなか壊れないという、3年ぐらい使ってるんですけど、このシューズなかなか壊れないんですよね。あの新しいですね、現行モデルの RC9 も あるんですけど、とりあえず壊れるまで旧型を使おうかなと思っています。はい、そしてですね、インソールとソックスの組み合わせですね、これがまた最強でして、ソールスターのですねブラック、そしてデフィートのですねこのエアロソックス、この組み合わせですね、世界のプロチームの中でも、まあ、有名なですねスプリンターの一人であります、ロッド・スーダルのカレブ・ユアン選手もこの同じ組み合わせでですね使用しているんですね。でユアン選手はですね、小さいんですけど、小さい体から爆発的なですねパワーを生み出すことが非常にですね私自身好きで、今年からですねこの同じ組み合わせで使用しています。でこの組み合わせね、非常におすすめなのでチェックしてみてください。続きまして小物関係ですね。ヘルメットの下にはサイクリングキャップを使用しているんですけど、こちらのですね当店オリジナルサイクリングキャップとなっていまして、地元のですね長岡御米さんとのコラボキャップとなっております。ハイグレーターリフレクトというですね素材を使用しているんですけど、これですね、太陽からのこの熱線を反射させて頭の中がですねマイナス3度ほどになるというですね特殊な素材を使用しているサイクリングキャップとなります。でこちらのですねキャップを、まあ、逆にかぶりまして、つばの部分をですねちょうど首の裏がですねこう隠れるようにかぶっているんですけど、このですね首の裏の部分が長時間ですね、熱線だとか紫外線を浴びちゃってると熱中症の原因となりやすいので、春からですね夏秋にかけてですねこちらのキャップをこの逆のですねこんな感じでかぶっています。でこのキャップですね、おすすめの理由が、つばの部分が全く折れないので私自身ですね 2,3 年は使っていまして、全く問題なしです。はい、でオンラインショップでもこれ購入可能ですのでぜひチェックしてみてください。カラーリングはですね何種類かあります。そしてですねグローブですね、グローブは先日もお話をさせていただきましたイントロの真夏用のグローブソルジャー2になりますね。こちら説明は不要かなというところで、真夏のですね最強グローブとなっておりますのでぜひですねこれからの時期に使ってみてください。メッシュがですねふんだんに使われていまして、汗をですね吸収して、しっかりですね乗ってるうちに速乾してくれます。真夏の激推しアイテムの一つとなっております。そしてですね、身につけているもの、最後、サングラスですね。もう先ほど、ちょっとですね、ご紹介もさせていただいたんですけど、ちょっと汚れてるかな。もうすでにですね、完売となってしまっているカラーもあったりと、まあ、国内でですね、流通している量が少ないこちらのサングラス。NRC のリュクスというモデルですね。これですね、私自身過去最高クラスのサングラスではないかなと思っていまして、レースでのですね、走行ラインもバッチリ判断できますし、レンズがですね、かなり大きくなった分、しっかりとですね、これ集中することもできています。で、今までのですね、NRC のサングラスの中でもかなりですね、レベルが高かったんですけど、それ以上を言っている、このサングラスとなっております。こちらもですね、当店のオンラインショップで残りわずかとなっていますので、ぜひですねお早めのチェックをよろしくお願いいたします。完売しているカラーはですね、次回入荷がもう来年のですね今時期、まあ、1年後ぐらいになるので価格のですね値上がりもあるかと思います。ぜひ今あるものはですねお早めのご検討をよろしくお願いいたします。
最後にですね、サプリメントと、レース前にですね、体につけていたウォームアップオイル、スタートオイルのですね、お話をしていきたいと思います。レースのですね、スタート前、3時間ほど前にですね、しっかりと食事を済ませて、レース前のですね、30分前ぐらいかな、全ニュートリションのですね、トラというサプリメントを8粒摂取しました。摂取したのはこれだけです。で、それとですね、レース中に、摂取したエナジージェルなんですけど、一応ですね、これフラスクに3本入れてたんですけど、使った量としてはですね、これ1本半ぐらいで、レース後にはですね、結構残っていました。こちらのですね、トラというサプリは補給食がですね、あまり必要なくなりますので、2時間3時間ほどのレースだとか、まあ、富士ヒルだとかニセコなどのですね、レースでもおすすめのサプリメントとなります。で、今回もですね、結構アタックが頻繁にかかったんですけど、このですね、トラのサプリメントのおかげでですね、しっかりと反応ができたなと思います。このトラ本当におすすめです。で、レース後にはですね、同じく全ニュートリションのダルマという回復系のサプリメントと、マグマというですね、内臓の回復系サプリメントをダブルでですね、摂取しておりました。強度のですね、高いレース後はですね、どうしてもその内臓が弱っていますので、できる限りですね、回復に努めてください。特にですね、私のような40を超えたですね、おっさんの皆様は即時回復が大事です。内臓をですね、大切にしていきましょう。レース前のですね、スタートオイルは気温で判断しまして、イナーメのですね、サマーという夏用のスタートオイルを使用しました。朝はですね、これ寒かったんですけど、気温がですね、どんどんと暑くなってきまして、23度ぐらいだったでしょうかね。25度前後のですね、時にはサマーというですね、このオイルがおすすめとなっております。スタートオイルはですね、自分の肌を外的なものから守ってくれるように塗っております。富士ヒルだとか、まあ、ニセコのようにですね、気温が低い時にはこのオイルを使うか使わないかでもパフォーマンスがですね、かなり変わってくると思いますので、ぜひチェックをしてみてください。寒かったりですね、これ雨が降ったりした場合にはレインジェルというものがありますので、そちらもですね、あると非常に便利です。気温によってですね、これ使用するオイルが変わってきますので、いろんなオイルがオンラインショップの中にありますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。ということで、かなり長くなってきてしまいましたが、シーズン前半にですね、使用してきました身につけるもの、サプリメントのご紹介となりました。またすぐにですね、これ使用したバイクのですね、お話をしていきますので、ぜひご注目ください。それではまたアップします。